です。今からお湯行きまーす。頑張らんで、適当で、チャンネル登録よろしくね。妊娠7ヶ月妊婦、ちょっとマジで泳ぎます。濡らせていただきます。もうお腹めっちゃ目立つこれで泳ぐかってな。よし、行くぞ。いろんな泳ぎを見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。私は、スポーツ運動大好きで、子供の頃からでも幼稚園ぐらいからやっぱ走るのとかはやっぱ早かったんですよね。野生児やってずっともうほんまに暗くなって、あの晩ご飯できたよって真っ暗になるまで外で遊んでるような子やったんですけども、で、まあ、あの幼稚園ぐらいからスイミング習い始めて、でそれとエレクトーンもやってたんですけど、こうじっと座ってこうやってやってるのもう本当に無理やってね、もうじっとしてられへん、ちょっと多動気味なんですよね自分で体動かす方がやっぱよくって、水泳とエレクトーンを並行で習い事でやってたんやけど、やっぱり花開いたのは水泳やったんよね。で、あの最初はまあ普通に週2回とかで習ってたんやけども、小学校の4年生ぐらいの時に選手コース行かへんかって言って声がかかって、でそこからまあ選手コース、もう選手になったらもう本当に毎日なんですけどね。で田舎で育ってきてたので、あの周りにはスイミングスクールがなくて、電車に乗って2駅あの毎日毎日学校終わってから2駅電車乗ってスイミング行って、で、ね、もう本格的にやってたんで、練習の前後に体重測定あるんですよね。体重測って、ほんでもうあのバーって泳いで戻ってきて、そこで心拍数測るみたいな、でコーチにちゃんとそれ報告してまたバーン行くみたいなね、そんなんやってて、もう1回の練習で体重2キロぐらいバンバンバンって減るような、そういうハードな生活を送ってました。もう小学生時代とかもうほんま宿題とかする時間なかったもんね。学校から帰ってきて、とにかく軽食食べて、もうすぐスイミング行って、で帰ってくるのが夜の10時半やもん。そっから宿題、そんなできるわけがないから、ぶっちゃけお母さんが宿題してた。で、まあ、そんなんやってましたけど、で、まあ、スイミング頑張ってて、で、朝起きたら、学校行く前に朝練もあったよね。朝起きて、早起きして、また朝ごはん食べて、2駅電車乗って、スイミング行って、朝練やってから、帰ってきて学校登校みたいなことをやってたので、当時ね、まあ、スマホとかはなかったけど、みんなね、なんかね、あの、それこそ志村けんとかめっちゃ人気やってドリフターズとか、うん、でも私なんか芸能人の名前とかも全然知らない、テレビを一切見てない子やったんで、もうスポーツやったからね、放課後友達と遊ぶっていうこともできなくてみたいな、そんな生活をね送ってたんですよね。本当に全国大会とかそういうのを目指して頑張るぐらいの感じで、水泳頑張ってたんですけど、その小学校4年生の時に、学校でクラスの男子、嫌いな男子がいたんですよ。ほんでその男子にね、掃除の時間に、またね、男気強い女子やったからね、掃除の時間に男子で掃除サボるでしょ。お前掃除ちゃんとしろよって言って、なんかいらんこと言うてもうたんやな。ほんでその男子が怒ってパイプ椅子でね、私のこの右足のここ
あのアキレス腱のところをですねパイプ椅子でバーンってダンスにどつかれて、でアキレス腱を損傷してしまって、で、まあ、全治に3ヶ月かかったんですけど、まあ、それがね引き金になってね、で水の抵抗があるでしょ、でキック打つときにですねこのあのアキレス腱がこうグッとこう曲がる状態がね痛くって、キックがね打てなくなっちゃったんですよ、右足もう致命的ですよね。でそれが理由になって水泳を諦めたというね、そういう経緯があったんですよね。でも運動が大好きで、水泳に変わるなんかスポーツなんやろうってなった時に、そのアキレス腱の問題があったんやけど、走ることは痛くなかったんですよね、うん、水の抵抗がない陸上であればそのアキレス腱への負担っていうのはなくて痛くなかった。ほんで中学校から、あ陸上部やわと思って陸上に転校したという、もうほんで中学高校 もう陸上三昧みたいなね、そんな生活をしてきたんですけど、決してそのスポーツやってることがええことかって別にそういうことでもないんやとは思うんですけどね。でも今自分があのこう大人になって子育てやってってなってきた時にね、すごいやっぱりねこうコーチたちに感謝してるんですよ。っていうのもあの私の価値観の中では、小学校の低学年、それこそ中学生もそうかな、もうとにかく運動部に入って部活でしっかり体を動かせと思っています、勉強よりも。それって結局やっぱスポーツやってる子たちってね、ものすごいハードな練習するんで、自分に対して強いんよね、本当に強いです、絶対負けへんぞみたいな気持ちでやってるから、あもう無理、しんどいからもう無理、もうやめるみたいなこと言ってたら記録出せないですからね、っていうところまで追い込まれるような運動をしてきた子たちって、やっぱり自分に対してめちゃくちゃメンタルが強い。でちっちゃい時にそのメンタルをちゃんと育んでると、結局本当に勉強しなあかんよとかっていうことに、人生の荒波っていうことになった時に、結局やっぱ自分に強いからほんまにやらなあかんって言った時にね、負けへんねん、力発揮できるのよね、そういう子供になるんですよね。っていうのが自分の中 その私がスポーツをやってきたことで、この11人産んでこうやってなんかこう人がねやらへんようなことやって生きてきてますけども、このなんかこのメンタルの強さっていうんですか、この前向きさっていうんですか、自分で言うのもなんやけどとか言いながら結構ネガティブやったりもするんですけど、強いなとは思うやっぱり、うん、でもそれってどこで使われたっていうと、やっぱちっちゃい時からの運動、もう本当にハードな練習してきました。もうちょっとあかんかったらコーチ、はいプールサイド上がれ、立っとけ、帰れって言われましたからね、泣きながらすいませんもう一回泳がせてくださいみたいな、ほなもうビート板で頭バンコン叩かれて、ほんで足でバン蹴られてプールにバーンってあの落とされたりとか、そんなんしてましたからね、もう今やったら大問題ですけどね、そんなことありました。陸上の時なんてもうハードすぎて熱中症、今から思ったら熱中症やで、あれ熱中症なんて当時あんまり水飲んだらあかんとかいうね、そういう時代やったからね、ほんでもう気持ち悪くなって練習中にうずくまっちゃうわけですよ、もう吐き気でもう完全熱中症なのにね、監督コーチに言われるので、吐いてごまかすなって言われるわけですよ。ほんで気持ち悪いのに、何クソ負けへんぞ、こんなんやっとったら全国で入賞はできんわって自分でも思って、もうなんかうえーとか言いながら練習に打ち込んだっていうね、ものすごいほんまにスパルタやったんですよ。でも本当にそのおかげがあって今の私があるなっていうのを思うから、今私子供たちにもね、もう本当に中学校時代ぐらいまではなんせスポーツしてほしいという思いがあんねんけど、なかなかこれがまたインドアな子ばっかりやったりとか、なんでかなってなってるんですけどね、この価値観も押し付けたらあかんねんけどね。でもなんかね、この6番目のココちゃんがですね、運動神経鈍かったんですけど私見なくて、残念ながら、でもうインドアで、あもうこの6番目になってもあかんかとか思っとったそのココちゃんがですね、中学校入ってこの4月から中学生になって、なんと陸上部に入ってですね、ええ体してるんですよ、砲丸投てき、投てきこれこれ今度あの初めての大会出るんですよね、もう陸上部入った、え待って私の血受け継いでるやんみたいな、ねえ、まあ、そんなんでね、運動にやっぱりこう一生懸命になるとね、生き生きしてるね。上の子たちなんかも中学時代反抗期すごかったりっていうのがあったりしたんやけど、やっぱりこう何かに打ち込んで一生懸命になって青春謳歌してる子たちっていうのはイライラがたまらないね。ね、やっぱり思春期もいい方向行くんよね。反抗期はあるんやけど全然やっぱマシですね。
やっぱ陸上部入ってくれてよかった、運動の良さ分かるかって、ね、毎日毎日熱く語ってるんですよね。方眼のない方がね、私も やってるんですけどね。個人的にはおすすめです。本当にちっちゃい頃に習わすんやったら、勉強うんぬんとか誰々よりも早く何句が言えるとか字が書けるとかっていうことよりも、自分に打ち勝つその強いメンタルを育むっていうのが、ちっちゃい間親がしてあげれることなんかなって思うから、もうぜひ、すいません、もうすごい主観が入っててほんますいません、うん、でも皆さんに言いたい、スポーツやらして子供に、はい、すいません、もうめっちゃ主観でごめんなさい、私の勝手な持論でございました。でもおすすめです。はい、12人目妊娠中助産師さっこの子育て学校、チャンネル登録してぜひ入学してください。